はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルージュです。今回は対抗力士伝5、秀吉での日輪の章のプレイですね、続きをやっていきたいと思います。で、前回までにですね、本能寺の変、山崎の戦いを経て、柴田勝家関連のイベント、清須会議、賤ヶ岳の戦いは起こせなかったものの、その後続く小牧長久手の戦い、家康、信雄との戦いですね、に勝利をしたというところまで前回お届けをさせていただきました。今回はその続きということでですね、早速プレイの方をやっていきたいなというふうに思っています。で、今回はですね、おそらく前回、石山本願寺に城を築こう、大阪城ですね、築こうっていう話があったので、そろそろ大阪城が出来上がるんじゃないかなというふうに思うんですが、イベントとしてはもうほぼほぼ全てこなしてきた感はあるので、あとはですね、もう好き勝手に行きながら、全国制覇、関白になろうかなというふうに思っていますので、一緒に楽しんでいただければ嬉しいなと思います。では早速、続きをプレイしていきましょう。まずは茶会を開いておきたいけど、すでに茶を振る舞ったのでダメだとねねに言われましたね。お茶なんて何度やってもいいんじゃないかなとすら思うんですけどね。では、城主指示で、信雄に拠点、勢力攻略かな。浮田がここに、変に城を持ってくれてるからな。そしたら、まずは、主命伝達で、各々に、同盟を迫っていきましょう。まずはやっぱり、徳川。つねちゃんには、そうだな。どっかいるかな。他はいないか。上杉とかは、そもそも、同盟を結んでくれない。すでに戦闘中っていう感じですね。であれば、従属とかだとどうなんだろう。ちょっと見てみましょうか。従属でも上杉は出てこないとなれば、上杉を攻めましょう。で、自動振り分け軍備優先でいいでしょう。で、修行関係は正直やんなくていいかなっていう気もするので、ここは軍馬購入に鉄砲購入とかをしといてもらいましょう。他はしょうもない人だしっていうと怒られますけど、修行させておけばいいでしょう。で、あとはですね、人事っていう意味では昇進をさせて、上司を任命させていきたいところですが、赤松の支配権のところに新たにというわけにもいかないですからね。丹羽長秀もそれなりの勢力あるし、細川藤孝は機内一円を持っていると。大和郡山を細川藤孝に任せましょう。細川藤孝が、大和郡山は今丹羽長秀が住んでいるっていうとめんどくさいな。となれば、飯盛山城を細川藤孝に任せて、細川藤孝がちょっと少ないんですよね。持ってる城の数が。なので、今増やしてあげたいっていう思いで、やってます。で、この辺りは、岩村城とかは、林くんに任せればいいかな。岩村城は林に任せましょう。秀貞に。で、新たに、この北の方は安藤盛成に任せているので、長浜とかね、この辺りですかね、沢山。この辺りを、そうだな、一徹あたりに任せますか。本当はね、秀長とかにね、収めてもらいたいなと思うんですが、まだ秀長はそこまで昇進をしてない感じかな。岐阜も一徹に任せましょう。で、岐阜に住んでもらいましょう。それが一番いいね。で、砂俣城も、砂俣一夜城で有名な砂俣城も任せちゃいましょう。で、沢山は三成の居城になりますけどね、まだ先の話なので一徹に任せましょうと。こんなところでいいでしょう。で、頼清派遣はまだできないかな。総監だけですね、できるのが。よし。で、あとは上州指示で、信雄は、大津城か。拠点攻略で家康ではないよな。勢力攻略で、三好を攻めてもらいましょう、一緒に。で、一徹は、勢力攻略で、上杉を、一刻も早く、叩いてもらいましょう。で、林秀貞も勢力攻略できっちりと上杉叩きをやってもらいましょう。こんなところでいいですかね。殿、そんなに見つめられてもポッて赤くなってるな。いや、こういうのを久々に奥さんとやりたいけどな。なんかちょっと照れがあってなかなかもうそんな風にはいかないですよね。ちょっとだいぶ酔っ払わないとなかなか言えない感じですね。まあそれはさておきですね。今、ここで合戦が起きてるけど、ここは、謙信と畠山が戦ってるのか。ここに、どうだろう。介入していきたい気もするけど、まあまずは、いいかな。じゃあ、今日の町に行って、お公家様に貢ぎ物をしましょう。というところで、おや、あれは行き倒れかということで、イベントが発生しました。ちょっと見ていきますね。そこのお武家様、もう3日も飲まず食わずで、どうか水をくださりませぬか。これもう、天下人に限りなく近いところにいる秀吉が一人ぶらっと京都に現れ、この物乞い的な行き倒れに話しかけるんですね。いやいや、これは大変さ、この水を飲むのだと、ごくごく。うんうん。何なんだろう。特に何もなかったけど、こんなもんかな。さあ、ここで口添えで、例によって、5000貫、献金しましょう。なかなか次の感触をもらえないですね。そしたら、あとはどうしようかな。南蛮寺行って開墾でも習っときますか。んで、そしたら再び公家宅に行ってまた貢ぎをしましょう。贈り物って何かあるかな。茶をいただいたからもういらんと。じゃあ口添えだな、やっぱり。そろそろ次の感触欲しいけどな。でゃなかなか手強いですね、やはり公家衆も。で自宅に帰るとおそらく守名をみんな達成してくれているはずなので、表情の間で守名伝達、自動張り受け、金策優先でいきましょう。で一緒に連れてく人間何人かいるはずなので、っていうか一緒に連れて行きたい人がいるんで、彼らに関してはちょっと修行をさせるのをやめましょう。清正も連れて行きましょう。成政とかはまあどうでもいいですよね。刑事もまあ好きにやってくれと。左近は今ちょっとあれか、病気中ですね。まあこんなところでいいかな。よし、これでよくて、あとは合戦ですね。どこに合戦を仕掛けるかというと、三好家に戦闘を仕掛けていきましょう。で援軍要請ですね。やっぱ安心と信頼の庭長秀、必ず援軍に来てくれますからね。でさらに水軍も呼びましょう。これで三好を一気に滅ぼしましょう。まあ5万超える大軍ですからね。5万超えはしないか、5万近い大軍ですね。これで城を落としましたというところで、ここをまた長秀に与えていきましょう。長秀はね、絶対に援軍を派遣してくれる中心中の中心ですからね。そしたら自宅に戻り、表情を開いて、先ほどの城を与えていきましょう。庭長秀に選び、あとは与力ですよ。与力を派遣していきましょう。石山本願寺に人いすぎですからね、これどう見ても。よし、これでいいでしょう。あとは守名伝達で金策、あとはねね様の膝枕で体力を回復していきましょう。でこの後はいつもの通りですが、あ、畠山家が滅亡したってことは謙信が滅ぼしましたね。公家のところに行きましょう。お、常置からついに難波の城が完成したということで、大阪城になりますね。これは大阪城とするということで、大阪城になりました。ついにこの大阪城でね、天下を取りに行きたいんですが、そのためには公家で口添えを頼んで、まだまだか。結構金がかかりますね、やっぱり。そしたら本拠に帰還して、おお、城が輝いているということで、これ清正ですね。まあ、大阪城はね、難攻不落ということで、今まさに真田丸で徳川勢が大阪の陣で攻めてますけどね。まあ、外堀内堀があって、大阪冬の陣では、まあ、和睦の際に外堀を埋めるという話と、あとはまあ防御施設をね、一部破却するっていうような条件がついて和睦がなったんですが、この時代の戦国の時代のね、その防御施設の破却とか内堀外堀を埋める、まあ外堀だけのはずですけどね、本来の和睦条件では。っていうのはまあ形式的なものであって、本格的に取り壊したり埋めたりとかっていうのはしないものだったらしいんですが、大阪の陣の時はもう本格的に取り壊し、本格的に堀を埋め、さらに内堀まで埋めたというふうにね、言われてますよね。それによって裸城になってしまった大阪城は、大阪夏の陣で落とされるというとこなんですよね。さあ、金庫から金を引き出しましょう。うわ、金がないな。となると、取り急ぎ金を、うわ、みんな病んでるな。みんなすごい病んでるな。どうしたんだ、みんな。兵糧売却、軍資金調達、兵糧売却、兵糧を売りまくりましょう。金に変えてもらわないと。で、合戦を仕掛けていきます。で、次の目標はというと、やっぱりね、上杉なんですよ。ちょっと待ってね。とはいえ、上杉って本当に戦う必要があるのっていうのもあるけどな。ここはやっぱり安心と信頼の庭長秀にお願いしましょう。庭長秀しかもう頼れないんですよ。確実に援軍を送ってくれるのは庭長秀だけですからね。さあ、上杉勢とついに雌雄を決する戦いです。まあ、謙信と直接対決するってなると、かなり戦力的に不安はありますけど、どんなもんかいっていうのもあるのでね、ちょっと見てみましょう。で、援軍としては、宇喜田はちょっと兵数が少ないな。毛利に援軍を要請しますか。金がない。ただで来てくれるかどうか。よし。毛利なりも来てくれるとなれば、勝ち目は十分にありますね。3万の軍勢で囲み、お、この間に大阪城に敵の軍団が迫ってるか。まあ、これは早々に決着をつけて、蹴りをつけましょう。上杉勢が援軍で来ないですね、なかなか。大阪城が攻められてるって。まあ、大阪城が落ちることはないだろう。よし、これで七尾城を落としたので、急いで大阪に戻りましょう。その間に大阪城が落ちるなんてことはないだろうな。お、大阪城から撤退したね。まあ、それそうでしょう。大阪城が落ちるなんてことはあってはいけないですからね。大阪の陣までは少なくても、そこにあり続けてもらわないと。さあ、軍資金調達でみんないろいろやってくれたわけではないね、今見た感じだと。金不足だな。まずは常習任命をしていきましょう。安藤盛成。にこの七尾城を収めさせます。で昇進できる人で左近が昇進できるので左近を昇進させましょう。で主命伝達ですね。主命伝達でやるのは金策です。みんな修行ばっかでなんで軍資金調達なんで軍資金を調達してくれないんだろうな。むしろ全員軍資金を調達してきてほしいぐらいなんだけど。そしたら合戦したいけど兵糧不足で何もできないので、となれば行くところは一つ、遊郭とかもあったらいいんだけどな。遊郭はないんですよね、残念ながら。今日の町に行きましょう。んでお公家様にまた茶会とお金をあげましょう。なかなか次の位に上げてくれないですね。そしたら職人宅にでもたまには行って所持品の鑑定でもしてもらえますか。価値は2。この馬の鑑定とかってどこでしてもらえるんでしょうね。さあそしたらお寺にも行きたくないしな。道場とかたまに顔出す気もしないし。となればたまには堺、そうだな。他行くとしたらどっかあるかな。亀山とかもね、別に行きたいなとも思わないし。大阪の町、堺か。堺に遊びに行こうっていう感じもしないけどな。ちょっと久々にでも堺でも行ってみますか。で南蛮商館に行って物品売却するものもないし、南蛮物の鑑定、天球記、ほう、価値は5か。まあまあですよね、価値が5あれば。であとは茶人宅に行って利休に久々に茶道の指示を仰ぎましょう。徳の心、誰にでも分け隔てなく接する慈悲にあふれた心。いやー、そんな心僕も欲しいですわ。さあ具合が悪くなったと言ってるので、石宅はここにはないのであれば家に帰りましょう。家で寝るのが一番。後藤又兵衛が元服したか。配下に加わったってことかな。わざわざ報告をしてくれるってことは。では表城の間に行きましょう。で富山城に出兵したいけど輸送してもらいましょう。大阪城に兵糧集めて合戦しましょう。富山城に今攻め込んでるって言ってましたよね。ここに援軍を派遣していきましょう。これで謙信もうちょっと打撃を与えることができれば一気に上杉勢の勢いをそぐことができそうですよね。さあ富山城の攻略戦です。数では圧倒的に有利ではありますけどね、こうやって見ると。あとは敵の援軍が来るかどうかですね。おお、小早川、高影、1万6000が来たか。これでなんか勝敗は消しそうな感じもするな。何？北条が敵の援軍としてやってくるのか。結構な軍勢の数で来そうですね。まあ当然上杉の本体は引きますよね。なかなかの精鋭だな。松永長頼、騎馬隊、中川清秀、これ摂州ですよね。騎馬隊、結構な陣容でちゃんと整えてきてくれてるな。むしろ秀吉がちょっとたるんでるんじゃないかっていうね。8000しか連れてきてないし、まあ、ここで上杉勢を叩いておけばこの後の戦いもだいぶ楽になるし、ただ上杉と戦端を開くだけじゃなく北条ともね戦いになってしまうのかなというのはありますが、まあ、いずれそういう風になる運命ですからね、よしとしましょう。水軍をね持ってないと川すら渡れないですからね。めっちゃ騎馬突撃してるな。やっぱり秀吉は川を渡れないので迂回していきましょう。訓練とかもねしっかりやっておいた方が、兵の減りが少なくていいですよって教えてもらったんでね、まあ、余裕がある時というか、まあ、定期的に訓練も入れていきたいなとは思うんですが、今回はどうなんだろう。士気っていう面では敵の援軍よりかは高そうな感じですけどね。さあ次のターンあたりでいよいよ本格的に秀吉も参戦できそうな、そんなポジションまでは進めそうですね。まあ前回小牧長久手の戦いで家康軍相手にかなり苦戦しましたからね。やっぱり忠勝、康政あたりがいると攻撃力っていう意味ではもう申し分ない戦闘力ですよね。まあそれに比べるとやっぱり秀吉の方の軍勢というか武将はね、ちょっと見劣りしてしまうっていうのは正直あるところなんですが、まあ、それでも十分ね、ここまで支えてきてくれましたからね。今回もこのまま上杉勢を駆逐していきましょう。まあ、今戦ってるのは北条勢ということにはなりますが。さあ、いよいよ勝ち戦な感じになってきましたね。これで北条勢が兵を引いてくれればもう勝負ありなんですよね。こっちはもう大将首を取りに行きましょう。この太閤立志伝では戦で負けて死亡っていうのはなさそうですね。今のところ見たことないですよね。討ち死にしましたみたいなのは。信長の野望だとちょいちょい討ち死にしてる人いますけどね。この太閤立志伝ではそういうところは今のところないかな。さあ、次のターンあたりで北条の大将は殲滅できそうですね。よし。よし、富山城を落としましたというところですね。まあ、非常に順調に来てますね。このまま一気に上杉三好あたりを攻め滅ぼしたいところですが、はい、というところで今回は大阪城の完成と、あとは、三好上杉攻め、まあ、まだ道半ばではありますけどね、導入の部分をご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。あとはですね、まあ、この先上杉三好を引き続き攻め立てていきたいなと思いますので、そちらの方もですね、ぜひ続き一緒にご覧いただければ嬉しいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。